はじめます。はじめます。はい。今日は、ここ日比谷で、はい、ちょっと知り合いにの方に、韓国のインディーズ映画の監督の試写会があるから、ちょっと来てみないかっていうことで誘っていただいたので、はい、まあ今日は。ちょっとそれに参加して、まあ、ちょっとそのプロデューできたらまあプロデューサーさんとか、うん、まあ監督の方とお話とかして、まあ、何かこうつながりができたらなと思ってそれも踏まえて行っていきたいと思います。はい、お願いします。到着しました。ここですね。じゃあ行きましょう。あとストーリーは分かるね。ここは今日のことはね。できたら、まあ、あるものを送るから。それと写真変更のことも改めて企画をね、作映画を自分でできたのを役者さんから連絡。そうなんです。一回ね、よかったらなんか企画書だけでやっていただいてもいいですか。はい、よろしくお願いします。はい、ドキュメンタリー1本作って、その後ね、ちょっとそのね、売り込んで対策にしようと思って。そうなんですか。あれ、多分ね、世界的にな映画になると思うよ。僕もその一応その今の映画の制作の過程をちょっと本当にできるのかどうかみたいなのを映画ドキュメンタリー形式で YouTube で配信してまして、たぶんね、なんか YouTube かなんかで何度か見たことあるしていただくと。あ、そう。よければプロフィールと、はい、ありがとうございます。もしなんかお力を好きになれそうなのなんかいたらご紹介していただけると嬉しいです。何が必要なのか聞かせてください。あ、はい、ありがとうございます。何が足りないのか、お金はもちろん分かるので、お金はお金じゃない。頑張って、はい、お医者さんなんですか。お医者さん、ありがとうございます。また改めて、はい、メールさせてください。注意くださいね。ありがとうございます。カバンが注意だわ。荷物持ちをして、どさくさに紛れて飲み会に行くっていう。飲み会に行く。飲み会ですよ、これから。あ、飲み会に行くんですか。そうだよ。だからすごいっすね。荷物持ちをしきって、どさくさに紛れて行くっていう作戦。帝国ホテルらしいです。帝国ホテルです。これから飲み会です。飲み会。まあなんか疲れくらいの。玄関ドア開きますか。どうなるんだろう。今終わりましたね。今終わりました。また何か急になんかその今飲み会行ってきて、飲み会じゃないや、なんか映画のなんだろうな、解説会みたいなのがまあ終わった後集まれる人でやってたんですけど、まあ映画のことはまあちょっと置いといて、まあそのいろんな、まあそこでもやっぱいろんな出会いがあって、はい、またなんかそこで出会った方にお誘いいただいて、また帝国ホテルでやるから来なよっていうことでそのなんかその方の会に、はい、参加させていただけることになったので、いやすごいですね。とりあえずなんかもう何なんですか、なんかすごくつながっていく感じがしてて、ちょっとそのご縁を大事にして
やっていけたらなと思います。はい、ちょっとそうですね、ちょっと今終わったばかりで整理がつかず、そうですね、そういろいろなんかこういろんなことが同時にすごい進みすぎてて整理がつかない感じなんですけど、ちょっとまた、はい、家に帰って頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、6月22日なんですけど、最近の近況報告をしたいと思って、動画撮ってます。まず、日韓合作映画の企画で今やってるんですけど、監督が、決定しました。無事、これがまあ一つご報告です。まあちょっとその寿司屋の後の動画になるんですけど、その後まあ結構すごいまあいろんな方に、まあ声かけたりとかしたり、 DM したりとかで、なんとかすごいいろいろアプローチしてたんですけど、結構まあ断られることがやっぱり多くて、まあ僕も未熟なせいかなので、まあなかなかちょっと厳しいなって思ってたところだったんですけど、そこにまあ最初出会った韓国の通訳の方がいたんですけど、知り合いで、その方のその方が、まあ、映画学校出身で、映画の大学か、大学出身で、まあそこの同じ大学の知り合いがちょっと興味持ってくれてるっていうことで、ミーティングさせていただく機会をいただいて、まあその時にその監督もまあ、ぜひ僕でよければっていうことを言っていただいて、ありがたくそれでまあじゃあやっていきましょうっていう話になって、まあ無事決定することができましたっていうところですかね。で明日日本に監督を日本に来てもらって、ちょっと明日からまあ交流をしようと思ってます。でまあちょっと僕もなんかこういう経験っていうのがなかなか初めてなんで、まあどういう風にしていこうかなっていう、なんかこう緊張とかあったりとか、不安とか、何不安だ、まあそういうのがあって、ありますけど、まあちょっと何よりちょっと楽しんでいこうと思ってます。そんな感じですね。でまあちょっと脚本のこととかも自分で学びながらやっていかないとなっていうのは思ってたんで、その脚本の勉強したりとかはしてたんですけど、まあ一旦はちょっと監督が決定したんで、監督と一緒にその企画とストーリーとを、作り上げていけるように、まずはファースト段階として頑張っていきたいと思います。ということで、こんな感じで近況報告、明日監督が日本に来ます。いろいろ案内できたらなと思ってますそんなところです。ではまた報告します。またその日本の来た時のそのまあ様子だったりとか、まあミーティングの様子とかも部分部分で上げれたらいいなと思ってるんですけど、まあなかなかちょっと上げれない部分だったりとかもあったりするんで、まあそこは編集してやっていこうと思ってますということです。ではまた報告します。バイバイ。成田空港着きました。これから監督を迎えに行ってきます。もう来るはず、もうすぐ来るはずです。おー、パークディレクター、ウェルカムトゥジャパン。
初めまして。初めまして。アニョハセヨ。アニョハセヨ。